マリア・アントニアでナポレスイ・シシリアは、スペインのアストリアス公、フェルナンドの最初の日。名は、マリア・アントニエッタとも。イタリア語名は、マリア・アントニエッタ・ディ・ボルボーネ・ナポリ。ナポリ・シチリアをフェルディナンド4世、3世と、王妃マリア・カロリーナの嫁として、カゼルタ宮殿で誕生した。母方のおばである、フランス王妃、マリー・アントワネットにちなんで名付けられた。 知的で可愛らしい少女であったマリア・アントニアは17歳の時には数カ国語を介したという。スペインとの同盟関係のため、いとこにあたるアストリアスコフェルナンドと婚約した。同時にマリアの兄フランチェスコはフェルナンドの妹マリー・アイザベリッダと婚約するという二重婚約であった。1802年10月、バルセロナでフェルナンドと結婚した。しかし、 マリア・アントニアは母にあてて、夫、フェルナンドの醜さ、不作法についての深い幻滅を記していた。加えて、1804年と1805年の2度、マリア・アントニアは流産し、後継者を生むことができなかった。マリア・アントニアは、夫の母であるマリア・ルイサでパルマに、マリア・カロリーナ同様に非常に嫌われていた。マリア・ルイサは、スペイン最小、マヌエル・デ・ゴドイにあてて、マリアを、 マリア・カロリーナの唾、毒を持つマムシであると記した。その上、マリア・ルイサは、マリア・アントニアの所有する本やドレスを精査し始め、一度は、マリア・アントニアを驚かすために、彼女を、エルエス・コリアル修道院の地下室で転ばせることまで、した。このような仕打ちにもかかわらず、マリア・アントニアは、怠惰な夫、フェルナンドを制して、ハン・ごドイ派を作って対抗した。 しかしそれは長く続かず、マリア・アントニアは結核を患って、健康を悪化させ、1806年5月に急死した。マリア・アントニアは、マリア・ルイサとゴドイによって毒殺されたのだという噂が、立ち、母、マリア・カロリーナはその噂を本当だと信じて、憔悴した。ありがとうございます。